どうも、ナーです。僕のテリーのワンダーランド、今日から物語が急加速します。その理由がこちら。僕ですね、ちょっとすいません、まず一つ謝罪しておくと、自主謝罪をしておくと、僕配合表見ずにやっていこうと思ったんですけど、すいません、どうしても作りたいキャラができてしまったので禁忌を犯してやってしまいました。ではそのモンスターというのが、まず、あれだ、このエロス、このエロスと僕のアバターを配合することによりアトラスができるんですね。どうですか。で、ちゃんと攻撃力アップ、攻撃力アップで守備力アップも持ってるんですよ。どうですか。僕はこれからも急加速させていただきます。これワンチャンいけるか、いけねえか。まあいいわ、行くわ。これでつけるのは守備力、攻撃力、そして侍に、あと一つ何にしようかなと思ったところ、まあここは攻撃力アップの方がいいですよね。守備力の方がいいかな。これちょっと悩んでるんですよね。けど攻撃力ですよね、さすがに。どっちの方がいいですかね。いや、最近ね、ちょっとレベル上げしていくんですけど、守備力が足りないなっていう思いもあるんですよね。まあけど、ここさすがに攻撃力か。おう、攻撃力かな。攻撃力ですわ、これは。そしてもう一体、もう一体はですね、別に配合表見たとかじゃないんですけど、で、こいつの名前は、こいつの名前、カジラスにします。いや、こいつはですね、僕ちょっとすいません。もう、こっから本当に急加速しますね、僕の物語。負ける、こいつはもう、最後まで、僕の相棒で続けます。で、もう一体というのが、アンクライ、魔王の使い、そして、プラチナム、グレートドラゴンによって召喚できるのが竜王。僕ですね、ドラゴンクエストモンスターズで毎回お世話になってるキャラがこいつなんですよね。こいつ強いんですよ。パラメーターがね、見てください。MP と体力もなかなかにあって、賢さが920と強いんですよ。そして、この暗黒。これがですね、なかなかいいものなんですけど、ドルモアは覚えるんですよね。けど、これどうしようかな。メライオの方がいいよね。暗黒いらねえよな。うん、暗黒いらないと思うんで、ここは、賢さアップ2、メライオ、で、守備力アップかな。うん、いらねえよな。いらんわ。うん、いらねえ。メラとイオがあるからいらねえ。これだ。ちょっとこいつにね、回復を覚えさせようかなとも思ったんですけど、どうしよう。悩みどころですね。そして、こいつの名前は、神を喰らう竜、カンバミ。これどうしよう。ちょっと回復を覚えさせたいんですけど、もし回復を覚えさせるとしたら守備力アップ2を消すんですけど、ちょっとね、今のところ僕のパーティー、回復がね、いらないんですよね。で、これします。こうします。で、さらに、まあ、ここからはもう何もないんですけど、ちょっとこれでいこうか。S ランク、来てしまいましたね。はい。で、僕は今からすることといえば、レベル上げなんですけど、そのレベル上げでいくのが、ここのメタルチケット。これやばいよね。ここでメタルチケット使えば、もう最強になれると思う。で、一体ね、オレンジピッコロ。こいつも強いですね。ホイール432。やばすぎです。じゃ、ちょっとね、行きましょうかね。早速。え、けど待って、メタルチケット今使ったところで、倒せないから、まずちょっとだけレベル上げてくるわ。見てください、ここにいるブオーン。まだちょっとね、僕のレベルじゃ、多分挑めないと思うんですよ。なんて言ったって、こいつは、雪山のボスだったんで、浄化2の。なんで、まだ僕のパーティーじゃ、レベルじゃ勝てない。だが、そうやって今はな、その、
高いところから見下していろ。いつか貴様をほふってやるぜ。はい、じゃあぼちぼちレベルも上がってきたんで行きましょうか。レベル10、レベル7行きます。これでさすがにいけると思うわ。メタルチケット行くぜ。いや楽しみだわ。でここのね、はぐれメタルとかどうしようかなと思ってるんですよね。ハグいるよな。え、はぐれいね。嘘。え、はぐれメタルいないの。え、はぐれメタルいね。と終わっちゃったんでね、見ましょうか。カンバミレベル1から21、守備力405に賢さ345、攻撃力も356。いやー強い、これはいいわ。うん、めっちゃレベル上がった。もう行くわ。正直こっからマジ行ったでしょ。僕の物語は急加速すると。でも賢さを重点的に上げてって、ちょっとこういう足りなくなったポイントの時に守備力を上げていくと。いやいいですわ。でこれはバイシオまで覚えたんで、いや侍覚えて攻撃力もあって守備力上げようか。ちょっとここまで上げて、ちょっと体力も上げようか。いや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 、どうですか皆さん。オレンジピッコロもちょっと上げるか。どこ上げようかな。まあ、ここ上げるか。こいつ攻撃技覚えてないんですよね。ホリラッシュまで行くか。ホリラッシュまで行って、あ、これでいいや。いや、皆さん、すみませんけど、僕はもう止まりません。行きます。で、僕ね、一応 B ランクまで上げてきたんですよね。どこから行きましょうか。まあ、ここの2個行くか。喜びと、もう1個、対角戦場の場所。対角戦じゃないな。対称戦の場所。おう！まあ、こいつらは後でいいわ。まずはちょっと攻略してきます。ここのダンジョン。ここまでやってきたんですけど、まずはちょっと皆さんに謝罪したいです。ここまで来る途中に、パフパフガールがいたんですけど、ちょっと動画撮ってたつもりが撮れていなかったので、またもや、一人でパフパフを楽しんでしまいました。すみませんでした。で、ここのね、来る前にね、メタルエリアがあって、めちゃめちゃレベル上がったわ、またもや。やばくない？化け物揃いでしょ、うちのパーティー。ちょっとスキル割り振りします、ここで。まずここの、ここに、これ打って、まあ、守備力上げるか。あ、MP 上がってた？あ、しっかり違うし。では、ここは、カジュラスは、何を上げるかというと、守備力の方がいいよな。うん。守備力だわ。で、オレンジピッコロは、ダークマッシャーを覚えとく？うん、ダークマッシャー覚えとこうか。うわ、ミラクルソードも覚えてな。よし。で、装備もつけよう。装備最大装備。ワイルドスピア。お前は？うわ、弱い武器しかつけれねえや。いや、これでいくか。僕の、今日のね、宣言通り、物語は急加速する。今からそれを見せてあげる。あ？コアルヒー？お前コアルヒーだろ。ポケモンの世界から迷い込んできた男。その名もコアルヒー。誰こいつ？誰こいつ？弱そう。なんだこいつ。ちょっとアホっぽくて可愛いじゃない？あーた。どうだい？俺の華麗な足さばき。さあ、俺と一緒に踊ろうぜ。すまないが一人で踊ってくれ。これから起こることは一方的な虐殺だ。勝てるかい？お前かわいそうだな。あ、すいません。許してください。そんな風に感じているのだろう。だがしかし、貴様を許すことは、できないんだよ。ドキョンドキョン。強すぎる。あ？しょうもないことをやりやがってよ。バギマ？聞かねえよ。メラガイア。はい。300ダメージ。うわ、お前、バイキルトじゃなくて、バイシオン覚えてんだから、バイシオンしなさいな。おい！おいおい！誰がモロバギリやれっつった？やめろ、モロバギリは。じゃあ！お前、自分に補正かけなさいなって。まあ、いいわ。
浪川支客が聞く。おい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 、三河支客ふざけんな。ポカーン620です。どうですか皆さん、化け物ですよねこの子。お前が三河支するのこちらもするよ三河支。はい、バイバイ。言っただろ、止まらねえんだよ。うちのパーティーはもうね、全クリ狙えるレベルで強くなってるんで、It's so cool! You の踊り最高にいけてるな。踊りではない、虐殺だと言っただろ。もっと踊りの技を磨くために You についていくことにする。お前で何が作れる？お前に何ができるんだ？貴様にできることは何だ？30字以上で1分以内にまとめなさい。Hey! 踊り楽しかった？そんじゃ帰るよ。いや、ちょっとね、見た通りですわ、僕の強さ。言ったでしょ、物語が加速するという意味を。よ、ジジイ、相手は張りごたえねえぜ。オーナーよ、ファンキーバードを倒したが、今後はそなたのことをファンキーナーと呼ぼうぞ。いいね。ファンキーモンキーベイビーズみたいなね。それ、言い過ぎ。そうじゃないよ、たまには国の者と話しておるか。ああ、そりゃ興味なかったら。ああ、メダルおじさん俺知ってるよ。あんただったな。それでは忙しいので、わしゃ失礼する。いそ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 。いやー、ちょっと止まりませんね。あと、もう一つ行ってきます。いや、もう一つの扉。大空の扉。パーティーランク6以上、5以上。僕のパーティーランク確か6だったんで、関係ねえな。さて、ここでは、あれ？いね。あ！ケンタウロスやん！お前、裏切ったのか、うちを。まあいいわ。下まで行きます。来ましたね、井戸の最下層。で、この BGM 聞いて。トゥルルルー、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 トゥルー。これってさ、僕、ドラゴンクエストナンバーズシリーズやったことそんなないんですけど、なんですか ?3 とか。ちょっとやったことないんですけど、この BGM いいよね。じゃあやっていきましょうか。いきます。まあ、ここもどうせ大したことねえわ。うん、僕の、え？誰？レティス？あ、スカイドラゴンじゃん。なんかもがいてない。おい、大丈夫か大丈夫か、ちゃんと飛べてる？多分こいつ飛行能力があまり未発達ですね。幼いのでしょうね。飛行能力が適してないスカイドラゴンという名において。キーキー、こんなところまでよく来たね。それであんたの力を見せてもらおうか。でもこいつ確か A ランクじゃなかったっけな。覚えてないけど確か A ランクだった気がする。行きます。楽しませてくれよ。せいぜい3ターンは耐えてもらおうか。メラガイア、まずは挨拶代わりのメラガイア。そしてホーリーラッシュ、バイシオン、いいね。それだよ、僕が求めているのは。モロバはダメ！バカ！ちょっと待って、お前。モロバはダメって言ったじゃん。ちょっとこれ、あれだな、モロバを消さねえと。作戦で確かモロバ斬りを使えなくさせることができるんで、ちょっとあれしないとダメだわ。こいつダメだ、モロバ斬りは絶対覚えちゃダメ。やっちゃダメ、使っちゃ。なんで自滅せなあかんねん。こんなに強くなって。ザッシュ、ザッシュ。あ、これ終わったわ。3ターンも耐えれない。所詮は雑魚か。おんやまあ、あんた強いね。よかったら私を仲間、あ、こいつ女かい。僕は種族、性別問いません。仲間になる者を皆受け付け。そして、スカイドラゴンはこんな高いところに住んでたんだね。去る者は拒みません。さあ、お城に帰ろう。いいよね、こういう塔の屋上。僕、イルルカやったことあるんですけど、イルルカのあいつみたい。名前忘れちゃった。いや、ちょっと皆さん、王様、神答えねえぜ。もっと強い敵よこしてくんね。じゃねえと俺は止まらねえぞ。王なんや、スカイドラゴンを倒したが、天高い
塔からの景色がどうじゃった、すべてが自分のものなように見えたじゃろう。うん、マスター風情が神様気取りか。そなたがいつからそんな男になったのじゃ。こいつちょっと面白いこと言うやん。なかなか厳しめの突っ込みされますね。そうじゃないよ、たまには。あー、聞いてよ、あんたのとこ行ったろ、俺覚えてねえんか。ということでね、今回はここまでにしましょうか。見ましたよね、僕のパーティーの強さを。物語が加速するという意味も皆さんにね、伝わったと思うんで、今回はこれぐらいでおいとまします。ありがとうございました。